うちの義実家、うとめたすおおとめ、マジおかしい。私実家の遺産相続に口挟んできた、祖母から父なので、私も関係ないっちゃない。夫と、義実家には関係ないことと言っても、でも嫁のだから、嫁のことに、夫の家は、指図する権利があるとわけわからんことを言う。その時遊びに来ていたことめ夫が、嫁の実家に婿が口出していいんですが、じゃあ、私さんのことに口出すのはやめなさい。とぴしゃりと一言。普段おとなしいことめ夫に言われて目を白黒させるうとめたすおおとめ。ことめちゃんは僕の嫁ですから、嫁の実家のことに口挟んでいいならこれからはそうさせてもらいます。うとめは、藤子って、ことめとは離婚させると偉そうに言ってたが、溺愛されてることめが、夫と別れるんだったら、あんたらと縁切るから。ごめんね、私さんと、私に頭を下げたので、話はそこで終了した。それ以降、うとめが何か言ってくるたびに、ではことめ夫さんに相談します。ことめさんの旦那様ですから。と、虎の威を借りまくってる。です。ことめ夫グッジョブ。ことめ実家ではそういう決まりなんだから、仕方がないよね。これは、また綺麗なすか。ことめ旦那さんグッジョブ。そこでさらっと言うあたり、ことめ夫にも何か溜まっているものがあったんだろうな。ことめ夫が、あえて、自分のことを、婿と言ったんだとしたら、普段から、うとめとおおとめに何かと口出しだのされていたのかも。